スインエンジンとダブルトランスミッションを備えた、ビンタートゥールユニバーサルドライブ、オープンクロスカップリング付きドライブホイールセット、ビンタートゥールユニバーサルドライブ、または、SLM ユニバーサルドライブは、1920年代に、スイスロコモティブマシンワークスで、スイスのエンジニアヤコブブフリが発明した、電気機関車用のドライブである。ブラウン・ボベリで、ブフリドライブを開発して成功した後、 ブフリは1924年に、ビンタートゥールにある SLM に移り、ユニバーサルドライブを設計した。ダブルギアボックスが特徴で、変速比を広い範囲で自由に選べる。二つの同軸に対抗するモーターが、各ドライブワックスルの上のフレームに配置された。駆動輪は、ダブルギアボックスによって駆動され、二つ目は、ユニバーサルジョイントによって駆動輪の中央に、 接続されていた。ウィンタートゥールユニバーサルドライブは1928年から1948年までの機関車設計で SLM によって広く使用された。このドライブはコンパクトでバネした重量が比較的軽い。しかしメンテナンスや修理作業のためにアクセスするのは困難であった。このドライブにはギアが摩耗しやすいという特有の問題がある。 大きな騒音が発生したため、ドライブは運転手の間で人気がなく、1940年代に台車式の機関車の登場により設計が時代遅れになったため、生産は中止された。ありがとうございます。